円安についてよくある質問と回答を3つご紹介します。質問1。円安になると何がヤバいですか輸入品の価格上昇。円の価値が下がると、輸入品の価格が上昇します。特に石油や食料品、日用品などの輸入に依存する製品の価格が上がるため、生活費が増加します。インフレの加速、輸入コストの上昇は、物価全般の上昇インフレにつながります。企業がコスト増を価格に転嫁するため、消費者物価指数 CPI が上昇し、 実質的な購買力が低下します。旅行費用の増加。海外旅行が高くなります。円の価値が下がることで、海外での支出が増えるため、旅行者にとって費用負担が大きくなります。留学費用の増加。海外での学費や生活費が高くなるため、留学する学生にとって経済的な負担が増加します。生活の不安定化。物価の上昇により、家計の支出が増加し、家計のやりくりが難しくなることがあります。特に固定収入のサラリーマン家庭にとっては、 生活が厳しくなります。質問に、円安になると何が嬉しい輸出企業の収益増加。円安は日本の輸出企業にとって有利です。海外での製品価格は相対的に安くなるため、競争力が向上し、売り上げが増加します。これにより、企業の利益が増え、株価が上昇することもあります。観光業の活性化。円安により外国人観光客が増えます。日本国内での消費が増加し、観光地やホテル。 飲食業などがが活性化しまますすこれによって地域経済の発展が期待できます国内産業の保護、輸入品の価格が上昇するため、国内で生産される製品が相対的に安く感じられ、国内産業が守られることがあります。これにより国内の雇用が維持される可能性があります。対外資産の評価額上昇。日本が海外に持っている資産例えば、企業の海外子会社や外国債券の円換算価値が上昇します。これは日本の投資者や企業の資産価値増加につながります。投資収益の向上、円安が進むと、 外国株や外国債券などの投資の円換算収益が増加します。これにより、海外投資を言っている投資者や企業にとっては利益が増えます。景気刺激国家、円安により輸出が増加し、企業収益が増えることで、雇用や賃金の改善が期待されます。これが消費を指摘し、経済全体の活性化につながる可能性があります。質問3、1ドル200円になったらどうなる物価の急上昇。輸入品の価格が大幅に上昇するため、特にエネルギー石油、ガスや食品、 日用品の価格が急騰します。これにより、生活費全般が増加し、国民の購買力が低下します。インフレの進行。物価の上昇はインフレを引き起こします。企業がコスト増を消費者に転嫁するため、消費者物価指数 CPI が上昇し、実質賃金が低下する可能性があります。インフレ率の急激な上昇は、経済の不安定化を招きます。輸出企業の利益増加。円安により日本の輸出品の価格競争力が高まるため、自動車や電気製品など輸出主力産業の企業収益が大幅に増加します。これにより、 株価の上昇や企業の設備投資の増加が期待されます。観光業の活性化。円安により外国人観光客が増え、日本国内での消費が増加します。観光地や宿泊施設、飲食業などが活性化し、地域経済の発展が促進されます。海外旅行や留学費用の増加。円の価値が低下するため、日本人が海外で使う費用が大幅に増加します。これにより、海外旅行や留学が高額となり、 一般家庭にとって負担が増えます金融市場の混乱極端な円安は金融市場に不安定要素をもたらし為替市場や株式市場でのボラティリ価格変動が高まる可能性がありますこれにより投資家の不安が増し市場の混乱が生じる可能性があります海外資産の増加増日本企業や個人が保有する海外資産の円換算価値が大幅に上昇しますこれは外国に投資している企業や投資家にとって資産価値の増加を意味します経済政策の調整必要性政府や日銀は 急激な円安に対しするための政策対応が求められます。例えば、金利政策や為替介入など、経済の安定化を図るための対策が必要になります。まとめ、1ドル200円と一う極端な円安は、輸出産業や観光業にとってはプラスとなる一方で、輸入品の価格上昇やインフレの進行、海外旅行、留学費用の増加など、国民生活に大きな負担を強いることになります。また、金融市場の混乱や経済政策の調整が求められるなど、経済全体への影響も大きいです。